紐を結んで作る布かんざしです。結んだ裏にクリップを挟むだけで使えれます。箸を結びの間に刺すだけでも十分です。豪華にしたければ、結びの間に紐を挟み、100均の下がりビーズやワイヤーフラワーをつけたり、これまで投稿したフサやビーズ、メタルワイヤー、椿をつけただけでも成人式に使えれるような華やかなものになります。布かんざしで必要なものは 70×8cm の生地だけです。36×8cm のものが2枚、または70cm だけの生地、5.5 と 3.5cm 幅の生地を2枚、剥ぎ合わせ、70×8cm の生地にします。生地を2枚、剥ぎ合わせて紐にします。36cm 丈のものは中表にして縫い合わせ、アイロンで押さえて70cm 丈にします。幅を半分にして端を縫い合わせ、アイロンできれいに押さえてから着せという縫い目2ミリ内側にアイロンをかけていきます。2ミリ内側にアイロンをかけることで縫い目が見えなくなります。端も1センチほど折ってください。70センチ丈のものは 5.5 センチと 3.5 センチのものを2箇所縫って1本の紐状にして、短い幅の方を手前にして2ミリの規制をかけて、縫い目より2ミリ深くアイロンをかけていきます。これもアイロンで端を1センチの折りをつけてください。折りの2ミリ上を縫います。これで2ミリの規制がかかったことになります。端を縫った場合、縫った端をへこまして、棒や細い刺しなどを押し込むと、簡単にひっくり返すことができます。端をきれいに整えて、アイロンで押さえて形を整えます。押し込む刺しなどがない場合、大きな安全ピンをつけて
中を通していってもひっくり返すことができます。先ほど2ミリの規制をつけてアイロンをかけているので、縫い目より2ミリ深くなるようにアイロンでかけると針目が見えなくなります。端を表に出ないように中側をコの字にかけていきます。紐が完成しました。この紐で布かんざしを作っていきます。紐を折っていきます。端から15センチのところを山折りにして、最初の端より3から4センチのところを折り、布切り替え半分のところを押さえて、上部へ折り曲げ、裏に回って下側に出します。紐を片ちょうちょ結びする感じで折って、上部へ持っていった間に通します。残りの紐は半分は下側に折って見えないように中へ折り込みます。これで結びは完成です。表と裏の1枚ずつを外して中側を留めて完成です。しっかりとつけたいときは裏の方だけ外れないように縫い付けてください。生地の組み合わせで雰囲気が変わります。もう一つの紐は一本の紐状になっているので、半分のところに待ち針で印をつけて同じように折っていきます。15センチいったところから折り返し、最初の端 3,4 センチのところで再び折り返し、真ん中印のところを押さえて上に持っていって、裏へ回って紐の間を通って肩結びします。残りの布を中に折り込んで、両外生地を外して中を縫い留めます。紐を折る長さやバランスは好みで変えてください。生地の組み合わせでいろいろと変わります。紐状にしたものを結ぶだけの簡単な昔から伝わるジャパニーズリボン、復活させてみたいものです。